吉田正尚選手、米国でサードに挑戦した結果、強羅監督、なんてことだ。レッドソックスの吉田正尚外野手は、早めにキャンプ地入りしている十数人の野手陣による合同練習に参加し、フリー打撃では右中間から右翼方向へ5本の本塁打を放ったほか、守備練習では三塁でノックを受けた。三塁線への強いゴロを華麗にバックハンドで補給し、体を素早く切り返して一塁へストライク送球をすると、指揮官はなんてことだと絶叫。現役時代は守備の名手として鳴らした同監督はクラブハウスへ引き上げる際、ラフィディバース内野手が守れなくても大丈夫。吉田がいるとご機嫌だった。強羅監督なんてことだ、なんてことだ。これがアメリカンジョークですか。強羅ウキウキで草。さすがにできるならオリックス時代に試してると思うが、ヒンダのオリックスなら DH やレフトを助っ人のために開けたかっただろうし。もうこれ筒香と同じ道辿ってるやん。あまりに外野の守備があれやったんで、なんとか内野でどっか適正ないかなって模索しとるやん。肩弱いしセカンドの方がええやろう。吉田ってサード送球できるんか、ガチの絶景だと思ってたわ。この流れ筒香で見たぞ。筒香と同じやん。レッドソックス監督、吉田正尚の守備力に一定の評価、左翼手として多くの試合に出場するだろう。レフト主体で後のポジションはどうなのか探っているんかね。そもそも肩がメジャーでサード守るような方じゃねえだろ。通過外野が厳しいぞこいつって話なんかも。1年目の青木の力化を超えられるか、と言ってもあっちは守備も込みやからな。メジャーって割と節穴よな。鈴木誠也を高評価するのはわかるが、筒香とか吉田みたいな打てなきゃ使えないタイプをよくホイホイ金出してメジャー契約するよな。日本でもそんな村上みたいな特別抜けた化け物ってわけでもないのに。鈴木誠也の下手扱いって、外人に比べたら肩が弱いからってニュアンスじゃねえの？日本だとそれなりに肩強いけどさ。サードって強打強肩のポジションやろ？大丈夫か。言うほどメジャーの外野も打てるわけちゃうよな。吉田の不安は守備でしょ。もしかしてメジャーってレベル低い？外野が厳しいのにサードならいけるやろっていうのはどういう根拠や。伊勢手早々、ネタキャラ感出てきたな。チャンネル登録よろしくお願いします。